はい、どうも皆さんお疲れ様でございます。タポンです。タポンを実況するディスオナード2第27回目、続きの方をね、プレイしていきたいなと、思っております。はい、舞台はね、ここ始まりの地、ダンウォールに帰ってまいりました。こちらにね、あそこにアウトサイダーの祭壇があるみたいなので、あそこは行きたいところですね。やっていこうじゃないかなと思います。懐かしいですね。まあシリーズ1のね、最初の舞台でもあるんですけども、ここにねまた戻ってきたということで、非常に楽しみであります。ただ敵がいそうでとても怖いです。まあとりあえずね、ルールは回収していきたいですね。でまあおそらく、まあ敵もいっぱいいるだろうと思っておりますけども、どうなんですかね。見たところ敵は今いないけど、ルーンすぐ近くにあるね。おいおい、そんなんじゃ俺はビビんねえぞ。危険は承知よ。品を送ってもらうだ。お店だ。よしよしよし、アップグレードだ。断層が3連射。はあ、ははあ。ハンジ、ドン式。おお、はあ、ははあ。アップグレードしたいですね。わあ、お金いっぱいあるよ。もう溜め込んでたからね。これ大事だね。大事だね。ボーンチャームのスロット。あ、増やしたいけど。ああ、はあはあはあ。ちょっと待って待って。大事にしたいね。大事にしたい。麻酔ボルト。あ、即座に眠らせる。はあ、ははあ。はあ、クロスボウは欲しいね。ちょっと待って。もう全部使うぐらいの、買うぐらいのつもりでいこうか。満足するはず。よし。とりあえずこの辺は入れて、麻酔ボルトも買って、スプリングレーザー、スタンマイ、グレネード、まあ、あとは、あ、ライフエリクサーは10個欲しいね。で、ルーン欲しいです。ダウンウォールタワー、衛兵隊の武器庫の鍵。まあ、なんかいいことがありそうだから、買っておこう。で、アドマイオソリジョンはいらないから、あとアップグレードに回そう。より良い武器の設計図をお探しで。精度が向上する。射程距離が伸びる。射程距離欲しいね。射程距離。何がいいかな。ピストルはそんな使えなさそうだしね。魔女相手だし。ボーンチャームのスロットは買おうか。で、スタンマイン。この辺はいらないね。クロスボウ強化しよう。で、ダメージ。両方いけないな。どっちかだな。麻酔ボルトか。ダメージよりかは麻酔ボルトの方が効果がありそうだね。あとは、あとは、アイテムの方に振りたいね。30円とかで買えるんでしょ ?150 円1個買えるか。1個買っとこう。よし。必要になったらまた来てね。ありがとう。で、ルーンがそこ。そうだね。あそこのルーンは取りに行きたいですね。よし。一応ルーンが1個あるんだよね。あと1個ルーンを拾えば多分1個ね、能力をつけられるので、多分この辺に、
振った方がいいんじゃないのかなと、思っております。うん、この辺、これ欲しいね。これつけたいね。で、ボーンチャーム。ボーンチャームも装備。よし。何がいいかな。はは、射撃、スライド。あー、ライフエリクサーの、あ、これ欲しい。エリクサーの強化は欲しいですね。うん。よいしょ。血の犠牲。ドッペルゲンガーが出現する間、ライフが回復する。はあ、はは？あー、血を滑る。これがいいな。よし。OK。よーし。装備充実させたから、これは勝てるぞ。よし。上に行けそうだね。よいしょ。よし。あ、アイテムがあるかな。アイテム拾って。なんかいそうなんだよね。あはん？敵がいるな。このトロッコの上から行けそうだけど、ダウンオールタワー入り口はそこ。で、ルーンがそこだね。上にから行くのがいいんじゃないのか。よし。で、ルーンどこだ。ポーンチャームはこの上にあるみたいだけど、ルーンがそこだから、そこの家から行けばいいから、パーリーチで。よし、下はなんか狼とかがいるから、気づかれないように気をつけなきゃ。うん。多分ね、ダウンオール多分そこなんですよ。うわ。やべえやべえ。このワンチャンどこに見つかったらやべえな。これ大丈夫かな？怖い！怖え！慎重に行こう。慎重に慎重に。ルーンそこ。あー、どうやって行けばいいかな。パーリーチであそこまでは届かないんだよな。ギリギリ届かないね。怖え。向こうまで飛びたいけど。向こう行けるかな。頼むよ。よし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 。はあ、そこが入り口か。これどうやって行くのかな。よし。で、誰？あ、気に入らない。あ、なんだ、やばい、見つかった。見えない、何も見えない。怖いよ。怖いよ。やめて、やめて。金の匂いだ。絵の後ろを調べろ。もう。あ、ここだ。もっと早く寝ないと。最近遊びすぎだな。金庫がなかったら手ぶらで帰ることになる。腹が立つな。タク、話す。なんだこいつは。すごいブラッドフライが。ちょっとうるさいわ。怖え。怖えな。よし、行くぞ。あいつだけか。あの頃を奥深くそこにいるさ。
悪いな。ちょっと眠っててくれないか。悪いことはしない。さて、船員の日記の最後のページ。はは、え、これどうやっていくの。え、隣。はは、これはどうやっていくんだい。ん？こうなんだよ。へえ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 。ん？どうやっていくんだこれは。この竜も取りたいぞ。どっか行けるところ。あー、いた。うわー、こういう、おお、すげえ。お。おかえり女王陛下。デリラはお前を殺すことを心待ちにしているが、恐れてもいる。だから死から逃れるために自ら魂を引き離した。そして今、ついに悪夢がやってきた。お前のことだ。君はカルナカを多くの死体を残して歩いてきたが、ダウンウォールではデリアが着実に死体の山を築いている。皆が女王を称えるだろう。まあ進化が残っていればな。おお、ルーンを獲得した。わあ、すげえ、アイテムいっぱい。よいしょ。買う必要なかったな。まあ、とりあえずもらえるもんはもらっておきましょう。よしよしよし。で、上場能力で、バイタリティだね。これを取りましょう。よし。で、あとは触れ、あ、これ触れるね。あ、いいね。取りましょう。だいぶ、よし、あとはじゃあ、行くだけなんで、一気に行きましょう。あんなところにでも見張りがいたんだな。よし。怖いね。はあ、はあ、うん、なるほど。すごいな、全部死体だ。ワンちゃんいるんだよね。残念ね。ブリンク。あっちから行かないとダメかな。よし。よし。オッケー。ゆっくり行こう、ゆっくり。あ、あれ敵？いや、吊るされてるな。もう急にホラーチックになってるよ。怖い怖い怖い。魔女やべえからな。あいつらブラッドフライとかなんか通用しないんでしょ？めっちゃ叫び声聞こえるもん。鍵がいるとかっていう、そういうオチないでしょ。ああ、大丈夫だね。周りに敵はいないね。よし、ダウンウォールタワーへ。さあ、いよいよ、ダウンウォールタワーへ向かう時がやってまいりました。いやー、緊張するわ。ああ、緊張する。さて、ダウンウォールタワーまでやってきましたが、まあ、どういう形で、まあまあね、前作の主人公のね、コルボが、まあ、捕まってる状態ですので、まあお父さんなんですけどね、はいはいはい、そのお父さんをどうやって助けるかっていうのはね、
前作だとね、今の主人公を使ってるエミリーをね、エミリーをコルボが助けて、なおかつ、女王、ね、最初の初代女王を排除した、暗殺したね、敵を排除するっていうのが今回の物語だったんですけども、今回逆の立場として、まだ見てます。衛兵隊の検問所。はあ。いる敵。うわ、なんだよこれ。やべえやべえやべえ。ルーンはあるけど、別にそんなに必要ないんだ、今は。とりあえず。やば。すげえカオスだな。よっ。どこで生きてる。なあ、少し聞いてくれ。大丈夫か。大丈夫か。上級監督官が倒れるのを見た。何もかも失われた。ここを去るんだ。大修道院は塔。どういうことか。負けた。デリラの魔術師たちとグレイブハウンドだけでなく、機械でできた人間がいた。飛行兵。太古の音楽は歯が立たなかった。今は休むといいわ。私がデリラの支配を終わらせる。約束する。死への扉の前で虚無の腐敗の匂いを感じる。異端者が異端者と戦う。笑えるな。この世界は呪われてる。まあそういうな。フィッツ修道士。一度光を放っていった。はははは。勇気を持って挑みなさい。はあ、クーラン上級監査官を守るように。なるほどね。さて、問題はこの向こうにどうやって行くかなんですけど、見てください、ご覧の通り。いろんなものがはびこってるわけですよ。どっから行くのがベストかな？ここどうやって行くんだっけ？上行けるか？いや、上は行けないな。ちょっとあんまり長居はしたくないから。行けるところを。アイテムがあるな。怖え。やめろよ、急にドカーンとか出てくんの。これ。何もない？何もないね。ゲートコントロール。あー、ゲームカバーがないのか。なるほど。ああ、タンク、空のタンクがどこかにあるはずだね。あ、これ？よいしょ。これを入れて、あ、ガチャコンと。で、これ運びます。で、あそこに入れます。一回置きます。開きます。で、慎重に運ばないと、これ爆発するか、これ。よし。よし。これで門が開くだろう。よーし。まあ、僕にかかればね、ざっとこんなもんですよ。さて、問題はこれをどうするかだな。正面突破をしてもいいところだが。こっちはめんどくせえんだよな。上から行くか。これ。ささささささ。この木どうやって倒すか全然わかんないんだよね。なんだこれ。なんかいる？いないきっね。とデリラの仕業ね。うわぁ、石に変えられてやがる。怖えな。
見境なしだな。は？喋り声だ。近くにリュウンかボーンチャームか。ボーンチャームだね。ボーンチャームいらないかな。あーこいつらか。あーどうしようかな。やばい。何？近くに飛んでいるはずよ。そこなら安全だとでも。あ、いるの？嘘。終わりよ。逃がさないわ。どういう人生が涙と血を流す。いて。戻ってきなさい。危ねえ。怖い。ちょっといるあっ来るぞ。ほっ来るな。さあお前らはワープしてくれることは知ってるぜ。よし。私たちは二人とも死ぬわ。けどあなたが先よ。どこ行った？危ねえ。逃げろ。あーいっぱいいるね。よし。で、これ。ほれ。ほら。ほら、とさそう。ほれ。パウダーにして、紅茶と一緒に飲んでやるわ。よし。ほっ。見切ってるぜお前らの動きは。おり。ワープしてくる。しかし。はあ。よーし。まあ、ここまで来たらステルスする気は一切ないぜ。一気に肩をつけさせてもらう。突撃だー。はい、タワー内部に。いやー、ここまでキリがいいんでね。そうですね。今回はここまでにしようかなと思います。タワーの内部に、まあね、もう中央突破する形でね、行きましたんでね。いやー、敵の量が多いね。よかったわ、武器、新調してて。補充しといてよかったわ。さあ、ダモールタワーの内部まで来ることができました。で、大体の構造はね、ここ分かってるから、マップ結構ね、頭に入ってるんで、多分すんなり行くと思うんでね。楽しみですね。はい。ほい。さあ、やってまいりました。ダモールタワー。やってまいりました。はい、リラカッパースプーンを見つけるということで、はい、というわけで、皆さんご視聴ありがとうございました。次回はですね、いよいよ物語の方も、最後の方ですかね、デリラを見つけて最後倒すというところをまで行けたらいいんじゃないかなと思っております。というわけで次回もお楽しみに。ほんじゃ、またね。